介護職員のための接遇マナー研修。1、福祉のプロとしての心構え。福祉職場での接遇マナーの重要性。接遇とは、応接処遇の訳。会った人に対してどのような態度で接するかの意。目指すところは、大切な人として扱ってもらえたと相手に感じてもらうことです。接遇を向上させると以下のことにつながります。丸1、クレームの防止。丸2、本来業務の円滑化。丸3、職員のやりがい。丸4、組織力の向上。プロとして接遇力、応対力を磨いていくことは必須と言えるでしょう。2、福祉職場での接遇とは。丸1、性格。まずは間違いのない仕事を行うことが基本です。それが叶わないと即信頼を失いかねません。そして間違いのない仕事を行うためには、正確に話を聞く、正確に伝えることが基盤となります。丸2、迅速。人間、待たされると不快になります。無駄にお待たせしないことが基本です。しかしながら、それが叶わないときは、ちょっとした心遣いやコミュニケーションによって心理的迅速性を高めることができます。丸3、丁寧。誰でも自分にとって大切なものは丁寧に扱うでしょう。相手を大切に思うとき、どのような態度、動作、表情、言葉になるでしょうか。大切な人と対面するときのことに思いを馳せてみましょう。丸4、感じの良さ。相手にとって感じが良い印象を与える決め手は、笑顔、挨拶、聞き方、話し方です。プロとして常にプラスの印象を与えられるよう心がけていきましょう。3、マナーとは心遣いを見える化すること。ご利用者様、ご家族様からの信頼を得るためにも、またチームの仲間との協力関係を作っていくためにも大切なのは、相手を大切に思う心を持つこと。すなわち、周囲に不快感を与えない心遣いや配慮ができる人になることです。目には見えない心を見える化するためには、こんなやり方がいいよと具体的な形にしてくれるのがマナーです。心イコール態度、表情、言葉、行動。4、コミュニケーションと人間関係。私たちはどんな短い一言からでも、言語的な意味や情報だけを受け取っているのではなく、感情や心理にも何らかの影響を受けます。例えば、おはようございますという一言を発した際にも、声の印象、声量、表情、姿勢、動作などから、いつも爽やかだと好印象を持ってもらえたり、おざなりな挨拶だなとマイナスの印象を持たれたりします。コミュニケーションによって与えるプラスマイナスの印象の積み重ねが、人間関係のプラスマイナスにつながっていきます。そして、一旦プラスマイナスの関係が出来上がってしまうと、今度は何を言われたかよりも誰に言われたかによって、その受け止め方が変わります。まとめ。今回の研修では当たり前のことを言っているのですが、長く利用者様に携わっていくと、相手を〇〇ちゃんやあだ名で呼び、親しみを込めてと勝手な解釈で寄り添っているつもりになりがちですが、いくら親しくても NG です。相手の心情に配慮して話すこと、大切な人に寄り添う気持ちを忘れないでください。ご視聴ありがとうございました。